ケイトとミシン糸の編みぐるみの比較をしてみよう。2回目ウッドソック。はいどうも、編みぐるみストの角田です。ってことでですね、今回はケイトとミシン糸の編みぐるみの比較をしてみよう。2回目ウッドソック。はい、ってことでですね、ウッドソックですね、ムーミンじゃなくて間違えた、スヌーピーに出てくるウッドソックですね。ウッドソック、とりあえずミシン糸の方がこんな感じのウッドソックになってます。で、毛糸がですね、毛糸のウッドソックがですね結構来てるんですよね。こちらになります。毛糸このなんだろうな、その比較うんぬんの前に、このなぜかこの大きい簡単な毛糸の方がミシン糸より、ミシン糸よりも可愛くないっていう、このこんな感じになってますね。まあこれがですね、結構本当に編みぐるみを始めて結構なんだろうな、初期の頃だと思うんですよね、多分作ったのが。なのでですね、結構ウッドストックじゃないですよね、これ。これ面白いですね、完全にこのミシン糸の方が可愛いっていう、このなかなかレアな感じのパターンなんですけども、まあこれもウッドストックっていうことでですね、まあ、当初は多分あの編みぐるみもそんなに軽減がなかったっていうことで、これも多分ですね、そこそこ気に入ってたウッドストックだと思うんですよね。まあ今見ると結構、うん、こう乗せるとでも可愛いですよね、この毛糸のウッドストック。なんかこうやって比較すると毛糸のももう一回ちゃんと編んでみたくなる気もしますけど、まあとりあえずはですね、まあウッドストックこんな感じですね。で、大きさですね、せっかくなので、で前回はこのコアラの時はこのマス目でやったんですけども、分かりづらいですよね。ってことで、まあ軽くですね、比較というか、まあこんな感じですよね。この毛糸、まあ髪のてっぺんまで入れて7センチぐらいですね、大体。で、こっちのドソック、これをちょっと自分で言うのもなんですけど、可愛いと思うんですよね、このなかなか。このなんだろう、頭髪というか、頭髪じゃないか、あれなので、まあ、この部分のですね、なんとなく感じの毛が好きなんですよね、この毛のところも。で、これがですね、まあ、1センチ毛を入れると 1.5 ぐらい、1.45 ぐらいですよね、の大きさの比較違いますね。で、重さですね、重さ、これもオレンジ、もうちょっと黄色っぽい毛糸を使った方がなんかいいですよね。っていう、その、何年前で、本当に8年、9年ぐらい前になるのかな、わかんないけど。そんな前の、これはちょっとあんまり参考にならないんですけども、まあ、せっかくなのでちょっと登場させてあげないな、日の目を見せてあげたいな、みたいな感じで、持ってきたんですけど、お、9が並びましたね、これ。8.999 ですね、重さ的には。で、こっち、これは 0.162 ですね。なので70倍ぐらい、70じゃないか、50、60、50、まあそんな感じですかね。まあそんな感じのですね、まあ重さ的にはその感じの違いになってます。ってことでですね、で、まあ今回の特にウッドソックって言えるんですけども、そのうまくなると、まあ昔のよりもうまく編めるよって、何言ってるか分かんないですね。ってことでですね、あ、ちょっとこれバランスが悪いんですよね、これ。上の頭髪がちょっともうちょっと、うん、まあでもこれはこれで可愛いんですけどね、うん、ってことでですね、とりあえずなかなか思い出深いウッドストックです。はい、ってことで今回はここまでにしたいと思います。はい、ってことで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ではでは。